美味しいご飯といえば福田の家。令和3年7月29日です。はい、はい、木曜日のご飯です。うわ、美味しそうですよ。このトマト。かわいいね。いただいたんですが。はい、じゃあ私、はい、はい、どうぞ。お邪魔します。お邪魔します。今日はね、一口カツですね。柔らかいですか？はい。あおいさんもお好きな一口カツです。あおいさん、はい、これはじゃがいもです、これ。じゃがいも、本当美味しそうだね。これは揚げてるんですね。そうですね。一口食べてみてください。行きましょうか。では、はい、でかいの。でかいの行きます。どうですか、グー、ね、これ自然にできたものですね。私が楽しみなのは厚揚げなんです。美味しそう。厚揚げじゃない、厚焼き卵ですね。これね、はい、これはね、そうですね、調理師さんのね、自慢、はい、それからこの夏卵があって、あれがないと思った。あ、ほんと、厚揚げがないと思った、ごめんなさいね、卵がありますからね。変わったよね、厚揚げなんて。大間違いでした。これもすごいですよ、はい、こんな大きい、ほんとだ ね、 ね、そのあのお味噌が美味しそうですね、田楽のね。そしてトウモロコシご飯です。美味しいよね、甘くてね、はい、今日はいただき物もたくさんありましたので、はい、綺麗な酢の物ですね。ですね、ゴーヤも入ってますよ。ゴーヤ酢の物美味しい、うん、いけそうです、いけそうです、うん、はい、明日もご馳走が出ますよ。明日はね、ぶっかけうどんと鶏のつくねの予定です。はい、福田の家では毎日おいしいご飯をアップしています。まだ見に来てください。はい、おいしいね。